ートがなんかイベントやってますね。ヤマハ。ゴールデンウィークお家で配信しよう。いつか出かけた海派ヤマハ。なんかやってる。今日はめちゃくちゃに雨ですね。今日なぜか8時でアラームしてたんですけど、なぜか8時のアラームをしてて、でも起きたら10時で、なんか配信しようと思って始めました。そう、ゲリラですね。めっちゃこれ何のイベントなんだろう。おはようございます。おはよう。今日は雨です。だからめっちゃね、湿度が高いお家の。ハイトさん、かわいい、ありがとう。コキンさん、ありがとう。今日は白です。白のブラウス着てみました。昨日はね、すぐ寝ました。なんか布団入ったらすぐ寝た。いつの間にか寝てた。びっくりした。寝た。今日はお休みなので休みます。直屋さん、何これ。海のカニさん、ギフトありがとう。カニ、カニ、カニ、カニ。昨日はちゃんと勉強の世界史、世界史のレポート提出してやりました。また気になる漫画見つけたんですよ。でももちろん一巻だけしか読めない漫画。マジで漫画ハマってしまった。おはようございます。今日はね、そう、STU が四国、勝手に四国観光大使と、勝手に四国観光ガイドが香川県の遊園地でイベントがありますよね。何やならばさん、ありがとう。パーン、ありがとうございます。ゲリラなのにありがとうございます。みんな起きるの早くないか。実家8時ぐらいに目が覚めて、でもそれの何アラームがなかったら多分10時ぐらいにも起きてないと。今日 AKB さんのあれだよね、お話し会があるっぽいね今日は。あ、そうやね、スタジオ公演もあるね。確かに、ありがとう。たくやさんから、レソニアさん、パン、ありがとう。仕事しながら頑張れ。お仕事眉毛かけた。そう、私いつも普通だったらお昼12時過ぎに起きる。休みだったらアラームかけとったんよ。1日だ。それは司会なのでよかったね。ね、確かにみーみーさんの生誕祭、昼がみーみーさんのソロ公演で、夜がスタジオで、うん、じゃあさ、空花さんどうなる。空花さんも出るんですか。やばくないですか、スタジオ公演。空花さんもダッシュで帰ってこないといけないってこと。めっちゃ大変。カンチャンス。今日はね、なんかぐっすり寝たからね、多分夢見てない。この前ね、見た夢がすごかったんですよ。なんか
自分が STU 方程式やっときながらのなんかイベント、なんかイベントに出とって、なんかフェスかなんかに出とって、いろんななんかバンドさんとかアイドルとかめっちゃいて、でそれでなぜか私は STU のステージにも出ないといけないのに、なぜかバンドさんのなんていうドラムとか、なんかピアノっていうかキーボードとかの片付けをしないといけない役をやってたんですよ。めっちゃ忙しかったんだよね。なんでって感じだけど、楽器の片付けとか出すのとかをなぜかやってた。あ、なんか眉毛、いや眉毛隠れですね。めっちゃびっくりした。裏方もやってたんですよ私。そうそう、だからね本当に忙しくて、もうめちゃくちゃ早着替えしないといけないみたいな、めっちゃ忙しかったっていう夢をこの前見ました。だから忙しすぎて覚えてる。大変だった。なぜ私はアイドルをしながら裏方をしないといけなかったんだ。あ、そうです、ただいま再販中ですよ皆さん。ぜひ待ってます。5月30日のもう5月29と30がラストなので、受付が5月30、待ってます。ねねならばさん、パンありがとう。パンパンパン。あと7月3日はね、全然浴衣は着ないんですけど、感謝が解放されたら浴衣を着ますよっていう日が7月3日です。だから浴衣だと思ってる方違いますからね。まだ感謝が解放されてないから浴衣ではないので、そこはお気をつけてください。昨日の18時から始まっておりました。眉毛こうめっちゃ面白いぐらい濃いんやけど、どうしたらいい。でもね、なんかこの配信で見たらめっちゃ濃いんだけどね、普通に見たら全然濃くないんだよね。なんでなんだろう、気持ち悪。もう剣立てないで怒られた。そうだよ、怒るよ。前髪切ったからさ、前髪がすごいですね、重いですね。前髪薄くしたい、勝手に。あれ、四国のイベントは何時からなんだろう。もうお昼とかからかな。ポチりました、ありがとう。洋服かわいいでしょ。ファンの方からいただいたお洋服だからかわいいんで、てか最近自分で買ったものないですね。自分で買ったものは何だろう、着ました、もう全部。おはようございます。前髪薄い方がねいいんです。なんか私ね重いんですよめっちゃ。だからちょっと少なくしようと思って昨日前髪切ったんですけど、自分でその時に両端の何センチかはちょっと切らずに伸ばそうと思って、ただいま伸ばし中です。ヤマハもちろん皆さん、さっきハートありがとうございます。ありがとうございます。サーバー両方好きなんだけどな、海なんだよね絶対。山登り1回2、3回したことある。でもなんか学校のやつと家族で行ったやつと、でも海の料理が好き。で最近刺身ハマってるんですよ。刺身ブリ、あとサーモンと生エビと
ネギマグロとアナゴと、私は海派ですって。ありがとう水木さん、テンカニさんテント、あ、ヤマハ海派イベントをしてる、それは海派です。空の水着はね、ないですね。海鮮丼しか勝たん。アリコークさんありがとう。山、あ、そういうことか。このなんかあれか、ギフト数みたいなやつか。じゃあなんか、あれ、みんなヤマハじゃん。んで、みんなヤマハのやつ投げるよ。ヤスベース、ヤマハありがとう。サラは海派だぞ。めっちゃ前行った、なんか行った。イベント登録しないと意味ないぞ。じゃあいいや、わかんない。来てましたっけ、お知らせ。本当だ、これは何なんだ。あ、そこ難しいからやめよう。なんか難しい、難しそうだからやめました。しかもあのスタッフさんから詳細もらってないし、なんか変になんか登録したら怒られそうです。スシローいいな、何が。なんか昨日は左目痛いしね、今日は右目が痛い。マスカラが入ってる目に。ワンチャンス。フラハはめっちゃ元気ですよ。首痛い、痛い、痛い、痛い。なんか最近家にお化けがいる気がするんですよ。なぜかというと体中が痛い。でもこれはきっと整体とかに行った方がいいと思うんです。お化けがいます、私の家にも。知らんけど、うさうさうさは霊感ないです。お父さんありがとう。パーン。海派が多いんじゃない。山だと肉くれるらしい。あーよ、バレンタインイベントと同じ。あー、なるほど、やめとこう。真夏のサーズコンチャンス。金縛りとかじゃない。うん、家賃、いや本当家賃欲しいんだけど出てきてくれないんだよね。高3の休みの、いいですね。剣道よし、僕の息。でも夢の中で本当に、ね、なんか怖い夢を見たから、この前あのショールームで言った、あれ以来夢見るのが怖い。でもソラハファンではないと思うんだよね、ソラハのことを追いかけてくるの。事故物件、いや事故物件じゃない。
そう、ファンのなんか夢でファンの方に追いかけられて、顔とかは全然わかんないの。でもスラハのこと、スラハが嫌がることをするっていうことはスラハのファンじゃないっていうことだから、あれなんやけど怖かったよね。追いかけるのが、うん、怖いよね。夢だからね、現実であったら一瞬で携帯、私携帯マジ肌に離さず持ってるから、ペー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 ってかける。そうだから怖い夢を見たらさ、なんか夢を見たくなくなるんですよね。あとなんかユニバの夢とか見たいな。ユニバ貸し切りとか、メンバーみんなで旅行とか、そういう楽しい夢を見たい。湿気てるな今日、雨だからくくろうかな。ね、夢の国のね、確かに夜泣き、夜泣きはし、でも寝れん、よくね、なんかこう寝れない時、夜遅くて寝れない時とかは感動する系の曲を聴いて寝てます。あ、泣いて寝てます。なんかね、本当に一つ涙流すと眠くなるからね。え、待って、めっちゃ右痛い。私見違えたのかな、めっちゃここ痛い。左だよね、お化けって普通。だからあの、あなたがいることでだったっけ、あ、ウルさんのやつ、あとドライフラワーとかよく聞きます。あと天使に触れたよとか、涙が出る系の曲を聞いてる。バックナンバーさんとか、寝てたら月指、どんな体勢で寝やるそれは。めっちゃすごいじゃん。今ヤマハが優先みたい。へえ。イベントある STA メンバーやってるんですか、エントリーとか。みんな逆にやってるのかな、私だけやってないのかな。そんなことないよね。かまてんさん、くま、ありがとうございます。くま、見違えることある。でもわかるよ、私も。なんか言ってました、 STU メンバー。やってないよね、やらなくていいよ。みんなの負担になるしね。それだったらソラハが美味しいもの食べるより、みんなが美味しいもの食べた方がいい。こんにちは。魚と肉なら、でも最近はね、私ね、肉マジで食べてないんですよ、本当に。なんかお弁当とかなら食べるけど、本当に全然食べてないです。うん、最近は本当に。あ、聞いてください、昨日より 0.3 キロ落ちました、体重。だからあと 0.2 キロ痩せたら1キロになる。でも明日で1週間、え、明後日で1週間なんだよね、土曜日で。土曜日から始めたから、あ、金曜日か、明日で1キロ、あ、 0.5 キロなんだけど、
もう 0.5 キロ達成しとるよ昨日の時点で。だから今マイナス 0.8 キロ。そう、初めは順調なんだよね。でもね、なんかマイナス1週間マイナス 0.5 キロだと達成しやすくて、達成したら嬉しくて、そのまま何も食べ、なんか頑張ろうってなるんだよね。前まで目標がさ、すごい高かったからさ、あれだったんですけど。え、何、海派でエントリーされてる？エントリーって自分がするもんじゃない、誰かができるの、どういうこと？顔がスラッとしてる、嬉しい、もっとスラッとしてるにしたい。誰、どういうこと？ありがとう、ルンさん、青いバラ、ありがとう。ギフト投げられると自動でエントリーされる。あ、そうなの？じゃあこのギフトを投げられたらもうなるってこと？エントリーとかない？かからんですね、難しい。でもそんなことな、そんなあれのイベントあるんだね、すごい。カンチャンス、自動エントリー、びっくりした、誰かがエントリーしたかと思った、私の偽名を使って。ありがとう、なおさん、かわいい。あ、全員参加、なるほどね。今日はサイドポニーにしようかな、いや、どうしようかな、いや、ポニーテールにしよう。くんら、食べたいギフト。でも私本当に最近海食べたい、海食べたい、それおかしい。なんかあれよね、今再販もやってるから、それだったら学習券とかで皆さんとお話しした方が確実にいい。ジョーさん、ありがとう。最近はね、お肉よりあれだ、あれ派ですね。あのお刺身とか派です。羊部屋、わかりました、公園でいつかしますね。羊部屋、ひなさんとちほさんのイメージが多いな。シラブラですね、白系好き、本当にかわいい。はじめまして、STU48 のシナノスラハです。海、私は海派です。こんにちは。でもね、あれなんよね、なんか笑ったりしんかったら顔シュッとしてるんだけど、あの笑ったらね、あのほっぺのお肉が多いからね、正方形ぐらいになるんですよ。今日はちょっと用事行ってきます。昨日はね休みって言ってたんですけど、用事を思い出してですね、やらないといけないことがありまして。ありがとう皆さん、ハート忘れてた。海でしたいことはビーチバレー、バレーできないけどバレーできないけどビーチバレーがしたいです。メンバーさんとキュッキュキュッキュしたい。STU48 のシナノソラハです。ただいま再販受付中です。お待ちしております。前髪重くなったの。マメッティさん、ネズミありがとう。ソラハしか
ちさんパンありがとう。嘘、画面の方が緊張する。画面時差があるからお話がねかぶったりしたらねめっちゃ嫌なんだよね。もうできるだけ時差ないがいい。現地でのお話会早くしたい。ジュンさんありがとう。海派、海派、山派って言ったらいいんか。カニとか言わんでも。5月29が一番近い。でも5月30がおすすめなので5月30のパジャマ待ってます。そう、ビーチバレーやったことないからね、やり方とか本当に知らんけど。ウニ派、ほとんど時差ないでしょ。本当に それか、もうお互いが喋ろう喋ろうと思いすぎて重なる。いや、みんなの負担にならない程度でお願いします。前髪切ったからさ、ポニーテールとかしたらさ、ワンちゃんお前になるから恥ずかしい。海派、あ、いいね、ソロ派になりたい。ヤマハ音楽教室、懐かしい。おんまゆではない。なんか話そうと思っても可愛しか出てこない、可愛い以外も聞きたいですね。みんなのお話。めっちさん、サルありがとう。カチさんありがとう。パーン、自炊強化。5月5日お話し会よろしくお願いします。綺麗になったの嬉しい。最近少女漫画を読んでるからかもしれない。新しいいいやつ見つけましたよ。男の子が、男の子2人が女の子1人を奪い合うってやついいですね、いいです。全然作者とか全然知らんけど、絵だけで、絵と題名だけで決めよりやけど、いいですね。私そういうことないので、経験したことないことを経験できるような漫画が好きですね。しかも2人とも幼なじみっていう幼なじみ1人しかいません。しかもその子幼なじみって保育園から一緒だったのに連絡先を交換するのを忘れて連絡を一切取っておりません。そう、めっちゃいいですよ本当に。世の中の人たちはこういう理由をしとるのかっていう勉強になるよね。タッチ、ギャーさん海派ありがとう。ドラゴンさんハートありがとう。3、2、1、電波悪いから画面止まる。私が電波悪い。本当に最近ね漫画読みすぎてるからさ、漫画見るやつをさ止められそうで怖いんだよね。でもだからちゃんと私は勉強をしている。偉すぎた。
そう、まいちゃんにも言われた。私ね、漫画みたいなのがいいなって言ったらね、そら、あ、なんかこういう感じが理想だなとか言っちゃったよね。だからね、そら、それ漫画見すぎ、そんな世界ないって言われた。双子の弟が交通事故になって自分を甲子園に通さないように。ああ、いいですね。スマイちゃんになりました。現実はそんな甘くないらしいです。多分世の中の恋愛っていうのは、漫画み、あの花束みたいな恋をしたっていう映画がもう現実の恋愛なんだなって感じです。あれまだ公開してんのかな。本当に良かったですよ。もう泣くし、泣きます。オーケービンありがとう。海派山派、本当にあなたみたいな声をしたは本当に良かったです。壁側は嫌です。いや、嫌っていうかそれはあれですね。こんちゃーん。ね、それも漫画みたいな恋愛はこの世にないってことを知っているんです。家に漫画があるのは鬼滅だけ。でね、兵庫の実家だとめっちゃあるんですよ。お父さんがなんか読んでたから、金田一とか探偵学園級とかめっちゃある。頭ポンポンって嬉しいのかな。されたことないよね。当たり前けど頭ボンボン叩かれるのはあるよ。剣道めっちゃ慣れてる。ソラハート食事漫画見ながら、そんな。でもね、なんか予想外の展開だとヒーってなるけど声は出んかな。あ、でも多分ね、ニヤついてると思います。めっちゃめっちゃニヤニヤしながら漫画読んでると思います。お互い新しい恋人とカフェで遭遇するイベントは、いやでもね、あれはね、あれは気まずい、あそこは気まずいけどね、それまでの過程がなんかいいなって思いました。最後バイバイとか良すぎんか。シティに入った時すごく綺麗になった。嬉しい。メイクのおかげやね。ね、アリちゃんさんめっちゃコナンにハマってる。一緒に見てました、泊まった時。この30分ぐらいでいつものソラハが完成しました。パチ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 。ファミレスで別れ話。じゃあさ、もう何ヶ月か付き合っとってさ、こう6ヶ月ぐらい、6ヶ月目とか1年ぐらいでさ、ファミレス行こうってなったらもう別れ話されると思った方がいいってことか。なるほどね。でもしょっちゅう私一人でファミレス行きよるけど、サイゼリアっていう、一人で別れ話するかな。今日も水になって嬉しい。あー、 LINE 既読。うわー悲しい、マジ悲しい。ミラノフードリア大好きマン男性も13位トマスさん、12位フラペチーノさん、11位ヨウさん、10位ヤスベイさん、9位カマちゃんさん、8位帝国さん、7位アキサトさん、6位ヘルムミーゲさん、5位ミロさん、4位斉藤さん、3位ナラニシさん、そして
あ、2位オリコークさん、そして1位はあーちゃんさん、ありがとうございます。超好きね、いいよね。前回の段とか良かったよね。配信ありがとうございます。夜しますのでまた来てください。前髪がちょんちょん出てて嫌です。ということで、まいちゃんとのツーショットまたメールとかで送りますね。ということで、今日も一日ファイトラブー、リノベする方おやすみち。私は用事に行ってきますので、また夜会いましょう。バイバーイ。やばい、前髪やっぱ短いな。行ってきます。